その前に貴様、我の前だぞ、ひざまずけ。まったく、何が気持ちだ、無知なお前たちに話して何になる。ふっふっふっふ、当然であろう、我に解けぬ問題など存在せぬわ。無理じゃね？ソフィアチャンネル。メイリン。冷戦。みんな大丈夫かしら？きっとあいつらなら。大丈夫だ。それにかぐやとエイキたちもいる。問題ないさ。確かに集まってるのは強者ばかり。でも、不安が消えないのよ。ミネ。どうして私の言うことを聞かなかったのですか？何かあったらどうするんですか？だって、私。言い訳は聞きたくありませんよ。ごめんなさい。もっとその子の話聞いてあげたらん。ヘカーティアさん。子供であれ、理由があってしたこと。あなたは私に殺されまいと言ったことかもしれないけど、子供なりの覚悟があってしたことよ。そうですね。理由も聞かずに怒るのは、違いますね。ミネ。さっきはごめんなさい。でも、どうして、私は、ミネに何かあったら。だって、私のママは、ママだもん。ミネ。私は、ママがママじゃないだなんて、言いたくない。たとえ誰かに批判されても、私は、ママをママだって言い続けたいの。言うこと聞かなくて、ごめんなさい。いえ、私の方こそ、すみませんでした。ママ、まだ怒ってる？怒ってないです。怒ってないですよ。キシンさん、すみません。私ちょっとお手洗いに。どこにあんだよ。ミネ。大丈夫よ、ソフィアは怒ってなんかいないわ。少し心配性なだけなの。大切だからこそよ。一緒にいた私ですら心配するんだから。そばにいれなかったあの子の気持ちも、少しだけでいいから、気持ちを分かってあげて。今までずっと、お互いに気持ちをぶつけられなかったんだから。わかった。ママのこと、好き？うん、大好き。大好きだってよ。聞こえてますよ。バカ鬼、お前な。どうですか、地上の者たちは、素晴らしいと思います。守りたくなる理由がわかります。なぜ、好きの者が嫌うのか、何も知らないからよ。自分で信じるものを決められないから。ヘカーティア様、何か知らん。その、なんというか、優しくなっただなんて言わないわよね。違うわ。私は、そんなんじゃないわ。少し探索してくるわ。みんなお願いね。いえ、あなたは変わられましたよ。レミー、どうしたの？ハチ、この運命は、変えられないわ。なんだ、たったの5人か。来ましたね。私は裁判人、裁判の霊獣、エクスデスだ。万事を判定する程度の能力を持つ。私を倒すことができれば、冥界か霊界は救われよう。さあ、始めようか。サソリさん、早速やってみましょう。気をつけろ。やばいな。ムカつくやつ。メイリン自身の細胞全力オンに、流剣。ラストジャッジメント。するものか。だが私は全てを裁く権利があり、全てを譲った。ならこれを見なさい。なんだ、あれは。皆さん、これは見てはいけません。もう、やる前に言いなさいよ。あいつは、面白い技だが、全てを見通す力がある私に通用すると思うか。ではこちらからも行くぞ。人生。聖戦。サトリさん、大丈夫ですか？すみません、直撃してしまいました。少し離れた場所へ移動します。そんな暇があると思うか。ありのですか。いや、心臓が押しつぶされそうだ。エターナルブレス。ふふふ、やったわ。私の最大の技よ。無事でいられるわけか。おう、それがお前の最大の技か。だとしたら倒すどころか、傷つく負わせられんと。私の話を聞いていなかったのか。小娘よ。畜生。霊気さん。すみません。ここで休んでいてください。なんてダメだ。破壊の光。今のは少し
不運の笛ではないのか。なぜ貴様がそれを持っている。あなたに話す必要はありません。インフェルヌスの怒り。他の神々の力を得ているかは面倒な。まあ冥界の上位程度では致命傷にはならんか。少し面白い技を出してやる。ビールストーム。じゃあ。の威力はないか。そのくらいで吹き飛ぶなら他の5人には勝てんと。夜半の王の闇も持っていたか。さすがの私も直撃すればただでは済むんだろうな。直撃すればただな。まさかこの歌も簡単に止められるとは予想外ですね。他の皆さんももう戦える状況ではない。この状況でどうやって逆転すれば。このままでは審判の日だ。共に裁く権利がある者同士。殺し合おうではないか。どうする。どうすれば。何か方法が。キルノちゃん、大丈夫？え？さっきからなんかぼーっとしてるよ。あはは、なんでもないよ。早く戦いたいなって思っててさ。あたいがいれば絶対勝てるしね。本当に？もちろん。大ちゃんはあたいが守るからね、心配ないよ。うん。どういうことよ、ゼミー。嘘だと言いなさい。私だって信じたくないわよ。でも、これは、絶対に変えることのできない運命よ。ゼミリアさん。何を見たんですか？教えてください。この戦い、必ず誰かが死ぬわ。確かなのか。間違いという可能性は。残念だが。その運命は私にも見えている。ゼミフラさん。まさかとは思うが、お前たち、この戦いで、誰も命を落とさないとでも思っているのか？だとしたら、その甘い考えは捨てることだな。誰が命を落とすの？それを知ってどうするんだ。戦うのを諦めるのか？いいか、この運命は絶対だ。変に意識せず、倒すことだけを考えろ。そうしなければ、全滅だ。死は受け入れ、悲しみを背負い、怒りに変えろ。もっとも、この中で一人だけ分かっている者がいるがな。運命なんて私たちの力で変えてみせるわ。私たちは絶対に負けないし、絶対に誰も失わない。みんなそれぞれ強くなったわ。今までだってそう。どんなに強い敵が現れたとしても、みんなと力を合わせて、すべて乗り越えてきたわ。だから今回もすべてうまくいくと。クッ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 ク。白霊の巫女が、聞いて呆れる。なんですって。はっきり言ってやろう。その考えを捨てなければ。お前は絶対に、誰も守れない。それでは失礼する。考えを改めることだな。キルノちゃん。私、震えが止まらないの。大ちゃん、大丈夫だよ。あたいがずっとそばにいるから、絶対守るから。だから、心配しないで。うん。ありがとう。キルノちゃん。外はこうなってるわけねん。上のあれに飛ばされてさっきの場所に行くわけか。一日に一人となると暇だからね。観光を楽しむとしますか。思ったよりも何もないわね。あのバカでかいミミズが気になるけど。神の世界なら、あれも神の端くれなのかしら。あんなのがいっぱいいると思うとゾッとするわ。幻想郷に現れでもしたら、霊夢でも厳しいでしょうね。こんだけでかいと、いるだけで大きな異変になりそうだわ。何かあると思ったけど、どこも似たような場所ばかり。つまらない。戻るとしますか。誰がやりやがったクソったれがお前どこに行ってたんだ。ああ。ちょっとな。クッ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 ク。何がそんなにおかしいんだよ。
この前の赤髪のやつが歩き回っててな。ちょっと挨拶してやっただけさ。くっくっく。私たちの楽しみが減ってしまうだろうが、余計なことをするんじゃない。まあいいじゃないか。あのくらいでくたばるようじゃ、どちらにしても、私たちの暇つぶしにもならん。早く戦いたいようだな、臨海王よ。ならば明日はお前にしてやる。おお、マジっすか。ありがとうございます。ちなみにエクスデスは何人と戦ってるんだ。5人らしいぞ。はぁ、あ、我々を舐めてるのか。待ちなさい。人数が合計で31人。そして残りが26人ですよ。ふむ。下手すれば我々の出番がなくなってしまうな。お前らのために人数制限ありにしてやろう。総人5人までだ。それ以上は中に入れないようにしてやる。あと1人余るぞ。どうする？我々は神だぞ。決め方があるだろ。どうするんだ。だ、れ、に、お前な、よ、お、か、な、か、み、さ、ま、の、ゆ、う、と、お、り。ってことで私が6人な。はぁ、まあ仕方がないか。決まったようだな。臨海王よ、お前が明日鍛えるかい。仰せの通りに。ヘタディア様、お帰りなさいませ。ところで、一応聞くんだけど、この舐め腐った空気は何なのかしら。あんたらやる気あんの？そう。よくわかったわ。どうやらお前たちは全員、私に殺されたいようね。話にならんな。お前たちの負けだ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので、ご視聴していただけると嬉しいです。じゃあ、あとお願いするわね。早くしないとフランにプリン食べられちゃうじゃない。はこの真ん中のやつだぜって言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか。逃がさないわよ、ノリさー。ちょっと借りるだけだって。あ、ごめん。